す前に、はい、そうか、もう3週間ぐらい前から日本はもうちょっと前かもしれない、もうちょっと前かもしれない、まあ、でもおしっこの色がちょっとそうですね、毎回ですか、普通のそうなりだしてからは、うん、そうですね、なりだしてからも毎回ピンクから、うん、それでも鮮血みたいになってきてるわけ、はい、で もし膀胱炎だとするとね、頻尿になってくるんだけど、その頻尿あります、うん、結構の尿の量は多いと思う、1回で多いですか、うん、ちょこ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 で、うん、ちょこ、あ、量が少ない、量的にはちょっと多いのかどうか私わかんない、うん、ないんですけど、結構あのペットシートとかも1回の量はそこそこの量が出てます、はい、この子女の子じゃないですか、あ、女の子です、あの卵巣子宮は取ってないですよね、取ってないです、取ってないですよね、はい、そうするとさ、おしっこが赤いのってね、泌尿器の病気のこともあるけど、子宮はい、の可能性もあるんですよね、うん、子宮の病気があって、そこからそこは子宮の中で出血しててそれが出てきてる、はい、ただそれだと普通のおしっこも出るけどすごい鮮血も出ると、うん、そういう感じで出るんだけど、そういう感じではないわけね、普通のここ最近はもう全然普通っぽいようなおしっこは出てない、はい、鮮血もう毎回鮮血、はい、わかりました、でもうでも難便で、でまあ、食欲がないから便の量も少なくなって、水もあんまり飲まない、元気だったら100個ぐらい出ますもんね、はい、はい、じゃあこれ開けてもらって診察していきますね、はい、はい、じゃあ、はい、リムちゃん、はい、あ、すいません、じゃあそのとこに下ろしてもらって、はい、 OK、 653、少ないね、653、以前体重測ったことあります？あんまり測んないんですけど、まあちょっと確実に痩せてきたなと、うん、そうですね、こうやって触るとこう、あの骨盤の強骨力ってここの骨がすごい、はい、すごい触れちゃうんですよね、はい、顔から見ていこうか、はい、すごいよね、すごいよね、前歯はとっても綺麗なんですけどね、歯茎の色、はい、薄い、はい、分かります、こういうところの色、はい、人間としてもうちょっと赤みがかったピンク色がいい、はい、薄いというか貧血してる、あ、そうなんですか、うん、じゃあ食べてなければね、貧血してると思いますよね、はい、お腹は柔らかいのが正常です、うん、ごめんね、ごめんね、強さですね、まあここからここまでがお腹なんですけどね、うん、柔らかいからで触って変なしこりはないです、はい、ただちょっとこれはまあ難しいんだけど評価が、まあ、あ、しっこ、あ、出てね、うん、いや、だから腹部をこう触ると痛がりますね、はい、おしっこさ、それさ、うん、スライドガラスにちょっとつけて、あ、ペットシーツ引いてカバーガラスをちょっと何枚でも捨てて、ごめんね、すごい腫れてるんだ、昨日からちょっと心配しちゃう、ちょっとだけ持っててもらっていいですか、はい、V 字にして1、2、3、ごめんね、ごめんね、
はい、楽にしていいよ。もう一個。うん、ね。こちら楽にしよう。総排泄区っていうんだけどさ、うんちおしっこ出るとこに血液が張り付いてますね、すごいね。はい。はい、それちょっと続いてしまいます。はい、心では心音は正常範囲だけど、はい、呼吸音、心音と呼吸音を聞くんですけどね、はい、呼吸音がちょっと聞こえないのが本当なんですよ、はい、うんうん、失声脱声って言ってちょっと呼吸音も聞こえるんですね、はい、これはちょっと呼吸器の機能が落ちている可能性があります、はい、で、まあ、身体検査ではとにかく痩せちゃってるということ、はい、それからお口の中の口腔粘膜、うん、歯茎の色がちょっと貧血を起こして白っぽい、はい、ということが分かりましたんで、はい、あともう今の陰部のやつね、あれはちょっと染色部でちょっと顕微鏡で見るのと、それからレントゲンを取らさせてもらってもいいですか、はい、で胸とお腹と取ります、はい、でそれの準備ができるまでちょっと酸素の部屋にいてもらいます、はい、要は貧血ということはどういうことかというと酸素が赤血球が少ないんですよね、はい、赤血球が少ないと全身酸素を運搬する力が落ちてきちゃうんですよね、はい、そうすると全部の機能、脳にしても肺にしても心臓にしても胃腸にしても、ね、機能が落ちてくるんだから、はい、余計食べなくなっちゃう、はい、と思います。だからちょっと酸素の方に入れさせてもらって、はい、それで準備できたら写真でこの場で現像したりしますんでね、はい、とか今のやつも染色してこの場でやりますんで、はい、ちょっと時間くださいね、はい、はい、じゃあちょっと酸素を借りていいですか。はい、すごい出てるね。で、虹色の酸素、なんでこれ、うん、1枚これ止めて